こんにちは、ハイジーです。というわけで本日私、なんとこちら静岡県庁さんに仕事でやってきておりまして、ちょっと見てください、県庁ってこういう字書くのっていう、かっちょいい、何この威風堂々感って思いながら、この建物の感じもめちゃめちゃいいよね。雰囲気レトロな感じもありながらの、ゴージャスな感じもありながらの、半端じゃないんですけども、今日はせっかく来ましたので、この静岡県庁の中を探索してみようのコーナーでございます。それでは早速行ってみたいと思うんですけども、旗もなびいてるな。いや、めちゃめちゃ行きましょう。あれ、ちょっとあれ、あ、サコリッチですか。どうも、静岡県住みます芸人、うちっち、私っち、サコリッチです。どうも、ハイジーさん。ちょっとサコリッチさん、はい、何してるんですか。いや、もう今日はハイジーさん来そうだなと思ってずっとここで張ってましたよ、はい、僕は。ちょっと考えすぎるでしょ。思ってたらそんなこと。思ってましたよ、そろそろ来るんじゃないかなと。いや来ちゃいましたよ。ありがとうございます。でもしかして、はい、この中詳しかったりすんの。いや、それはもうね、僕詳しいです、はい、何回も来てますんで。住みます芸人ですもんね。はい、じゃあちょっと探索したいから案内してもらいます。行きましょうよ、ハイジーさん。行きましょう。はい、じゃあちょっと行きましょう。とにかく、はい、もうすごいかっこいいんだよね。かっこいいですよね。なんか本当に公式の建物、はい、っていうね。いや、でここね、うん、まあ、やっぱこの議会、静岡県議会がこの上にあるんですよね、はい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 、だからこのちょっと、あえてこの古めかしいと言いますか、古き良きの建物にしてると、はいはい、そういうことなんですね。いうことなんですよ。もうほら、いや、もうかっちょいい。これね、はい、本当にその映画撮影とかドラマ撮影とかでも、はい、やっぱ使わせてくれっていう依頼がよくあるみたいです。そりゃあるよね、この雰囲気で、はい、もうなんか説得力ありますもんね。そうですよね、どんなシーン撮るにも。いや、いいですよ。もうなんか本当に議員さんになった感じしますよね、自分が、ね、うわ。でもシンプルにやっぱりお茶畑ですか、はい、からの富士山の写真がどんどんどん、もうザ・静岡ですよ。もう分かりやすくありまして、はい、え、自動ドア。これはまたいい感じですね、はい、この感じからの自動ドアって。そうです、ね、手で開くのかなと思いきや、うん、自動ドアです。自動ドアで、そして人が来る合図もずっとピンポンとなっておりますんで。本当だ、うわー、はい、これで、どっちそうですね、はい、おすすめ、こっち行きましょうか。おすすめは右、はい、ちょっとじゃあ一旦これやりますか。やりましょう。やっぱりね、はい、当然ね、はい、今このちゃんとスプレーして検温もして、はい、でちょっと私やりますから見ててください。はい、わかりました。検温シーンを36度5分。あ、いいですね。マスクありって書いてあります。はい、で、え、なんかこれ、え、なんかこれ、え、あ、そう、あ、足でもいける。すごい、どっちでも、え、これ、あ、そこそこ、あ、素晴らしい。これはいいですね。これは新システムが搭載されてますね。職人さんが作ったんでしょうかね。ね、これすごいすごい、はい、いや、やってください。なんでフラット入ってました。自分のこと忘れてた。はい、36度3分。そして、じゃあ僕足でいこうかな。あ、あ、いいですね。いいですか。これは木ですごくいい雰囲気を出してますよね。サコリッチです。もう帰ってもらっても大丈夫です。まだ入り口すぐそこなんで。大丈夫ですか。行かせてくださいよ、はい、行きましょう。サコリッチですじゃないんですよ。ネズッチですのタイミングと全く同じでしたよ。言いっぷりが。いや、いいですよね。そうそう、やっぱ、はい、廊下も気持ちいいね。そうなんですよ。何これ。え、ちょっとね、正直この、はいはい、今東館の方に向かってるんですけど、はい、着慣れてないとちょっと迷ったりするかもしれないですよね、はい、あ、そう、それぐらい広い、背筋がスッと伸びる廊下ですね、はい、これね。そうですよね。
どこもかっこよくて、もうなんか、うん、うわっ、あ、ちょっとどこを見ても向こうまで道が続いてますね、はい、そうなんです、広これね、4次元空間になってるんじゃないかという説もあります。まだ帰れますけど大丈夫ですか？サリッチですまだ引き返せますよ。あ、見てください、ここ、ね、まあ、こういうご飯屋さんもあったり、はい、ご飯屋さん、待って、はい、確かにご飯屋さん、これは食堂ですね。そう、これ食堂です。ふれあいショップピアーという、ピアーさんもありまして、はい、でやっぱこの場所もまたね、はい、ここね、広く広がるこの憩いの場でございますが、はい、ここにはですね、はい、そのいろんな、その県の中にあるいろんな産品が並んでるわけですよ。はいはいはい、まあ、絵とかもあったりしますけども、いや、そうですよね、なんかこれはかっちょいいですよ、ね、うん、これは、これは、これは、はい、どこですかね、県庁ですかね。県庁じゃないんですかね。県庁ですかね、やっぱり、はい、じゃないですかね。とてもそのアーティスティックなね、そう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 、ひまわり、まあ、そしてこれも静岡を見た風景でしょうね、はい、清水区かな、これもしかしたら。いいですね、はい、そしてね、はい、これ見てください。え、これは、これね、はい、いろんな地域のお茶が飲めるんです、静岡の。はい、さすがだね、すごいでしょ。 ここにね、うん、あのいろいろ期間が書いてあるんですけど、はいはい、期間によって掛川のお茶だよとか菊川のお茶だよとかいろいろ飲めるんです、すごい。じゃあ楽しみなんだ、みんなは。この時期になったら今度はこれになるとかいう。そう、そうなんです。で、今は金谷茶っていうとこ、これはね、島田市の方ですね、はいはい、にあるお茶が飲めます。すごいね、はい、これを無料で入れて、はい、休めるわけだ。そういうことなんですよ。みんな休憩できるんだ。ハイジさん飲んでくださいよ、これ。いいの？飲んでください。はい。じゃあちょっといただきます。はい。下から行くタイプですね。下から行きましたけど。はい。で置きます。はい。ちょっと待って。じゃあちょっと冷水の方入れて。ちょっとなんでなんですか。ちょっと。なんで冷水なんですか。水体にいいって言うから。2リットル飲んだらいいよとか言いますけど、はいはい、ね、違うんですよ。僕さっき説明したじゃないですか、はい、お茶が飲めるよと、ね、あ、そうか、そうか、あ、はい、じゃあ、でも濃いめとかあるんだね。あ、本当だ、それちょっと気づかなかった。どうしよう、はい、知らなかったの。濃いめの緑茶、緑茶、行きましょう、はい、行きましょう。全然、はい、はい、今ここで煎じております。はい、来ました。煎じてくれてるの。で、濃いお茶、はい、来た。どうですか。お茶ですね。ちゃんと濃い、ちゃんと色が濃いの出てきましたよ。そうですね。じゃあちょっといただきます。失礼します。お、全部いく、全部いく。濃くてうまいですね。いや、そうですよね。で、ちゃんと濃いんですけども、すっきりしてません？後味、うん、ね、それがいいよね。口に変な残り方しないで、ちゃんとスーッと、この辺が快適な体調になるというか。それがね、本当に美味しい緑茶の特徴なんですよ。そうなんですね、はい、コンディション良くなりますね、なんか、はい、これ飲むと。で、癒されちゃった、なんかいいですよね。どうしよう。いや、いい場所。いいですよね。なんかまったり落ち着きたくなっちゃうよ。ちょっとこの奥にも、この静岡にまつわるいろんなものあるんですよ。え、待って、で、これがこうでいいのか。実は静岡ってモンゴルと仲がいいんだよとか。姉妹都市みたいなイメージなんですか。友好提携10周年でございます。あ、そう、はい。で、こういうモンゴルの文化に関わるこういう品々が展示されてるみたいなことなんですね。はいはい、そうです。そうなんですよ。これはすごい。ここに来てみないとわからないというか、さすがやっぱりその県すべてを発信しようとする、うん、県庁ならではですよね。この楽器もめちゃくちゃおしゃれですね。そうですよね。もうなんかものすごい遊び心が詰まった、はい、ね、本当に
これとかめちゃくちゃ馬の持つところ、持つところっていうか、ここか、はい、どれだと思ったんですか。この後ろのラクダ立ってます。後ろじゃん。それそれ、はい、かっこいいですね。かっこいいこれで、普通その感じだと思うね、はい、傘とかかなとか、ここの上だけ見たら、ね、ああそうですね、もしくは子供が乗る、はい、なんかその馬のさ、ハイハイ、なんかな、こう、なんだ、なんていうの、これ馬のやつ、あのね、揺れるやつ、揺れるやつ、木馬、はい、木馬木馬かなと思いきや楽器なんだっていう。そうなんですよね、素晴らしい、いいですよね。これもうかつに座れない雰囲気あるような確かに。これテーブルですよね。これテーブルです。あ、綺麗。これほら、天竜森林組合が作った家具ですと。浜松の方ですね、天竜。すごいね。で、このベンチがもう畳みたいになってて、はい、お茶がうまくなる素材で座って飲めるっていうこだわり。あ、いいですね。どんだけお茶をうまく飲ますかっていう和ですよね、ことへのこだわりですよね。いや、だからこういうのが全て詰まっているこの憩いの場でございます、うん、すごいな、はい、いやもう、そうします。あれ、え、ちょっと待って、またこっちはこっちで、はい、変わったスポットがありますね。あらららら、え、富士ピー、フジッピーです。フジッピーいますね、はい、このフジッピーぬいぐるみ買えるよって書いてあります買えるんですよ。おー、びっくりした、おー、びっくりした、おー、びっくりした、動くんだ。ちょっと言っといてくださいよ。休憩してたの、むしろ今まで。あー、びっくりした、今びっくりした。フジッピー、フジッピー、僕やっぱフジッピーの形に親近感がありすぎて、はい、僕のね、はい、YouTube のチャンネルのアイコンと同じ形してるんですよ、こうやって。あ、確かに。シルエットが全く一緒で、それそれそれ。本当ですね。あ、こっち側を僕と。そう向いちゃったらもう僕です、これ。本当っすね。ちょうどいいアゴラインが。マジでフジッピー、すごい、あ、素敵。なんかちょっと待って、こうしてもらって。はい、じゃあちょっと、フジッピーとハイジッピーが並んでいただいて。こういうことにすると、だから同じ形になるっていう。フジッピーとハイジッピーですね。今マスクしちゃってますけどね。いや、すごいフジッピー。で、このフジッピーは買えないですよね。このフジッピーはどうだろう、買えるんですか。買えない。買えない、やっぱり買えない。やっぱ連れて帰れないんですね。家にいたら楽しいんだけどな、フジッピーが。ね。いや、かわいいな、やっぱり。いいですね。このサイズもなんかいろいろあるみたいでね、うん。ストラップもあるよと。いいですよね。フジッピーありがとう。ありがとうね、フジッピー。かわいい。いや、かわいいのよ、フジッピー、はい、どん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 可愛くなっていっちゃって、はい、俺、坂口さん、ね、今日ピアさん行きたいんだけど閉まっちゃってんですよ。閉まっちゃってます。めちゃめちゃこのカレーとかさ、大人気カレーライス、はい、うまそうじゃん。そうなんですよ、ここね、人気、うん、本当に人気らしいです。俺もうカレーの口になっちゃってるよ。カレーの口になっちゃいます。無理だよ、カレー食べなきゃ。あれ、マジですか。はい、わかりました。何ですか。わかりました。はい、県の職員さんがね、はい、この県産品を食べさせてくれるみたいなんです、はい、そのおすすめ、これとまたちょっと違うんですけども、おすすめカレーをね、はい、食べさせてくれるみたいですよそうなんですか、はい、え、食べられるんですか。食べられる。食べられます。ちょっと今日閉まってるけども、いける、いけます。ありがとうございます。ちょっと行きましょう、行きましょう。